皆さんおはようございます、ひなです。今回はですね、1日充電期間にしようと思ってて、っていうのも私はもともと内向的な性格なんですけど、人とずっと会ってると自分一人の時間が必要っていうか、これは別に会ってる人のせいとかじゃなくて、ただ単になんか自分自身が人と会うと疲れちゃうっていう性格なんですけど、で先週はね結構仕事でもプライベートでも人に会う機会が多かったので、今日は土曜日なんですけど、一日しっかり自分を充電する時間にしたいと思います。で早速ヨガに行ってくるんですけど、このヨガウェアはね、またジムプラスコーヒーのヨガウェアを着ています。はい、今ヨガを終えました。ホットヨガ久しぶりで途中意識朦朧としてました。これシャワー浴びたわけじゃなくて全部汗です。体中の水分が出てった感じ。ということでこっから帰ってシャワーを浴びてっていう感じですかね。はい、今日の朝ごはんができました。今日はトーストの上にケールの炒め物と目玉焼きプラス、作っておいた煮物とレタスに、あと自分で作った人参のドレッシングをかけました。いただきます。で、この後はもう一個撮る予定の動画があるので、その撮影をしたり、あとは TikTok 撮ったりして、ちょっとねお家で時間を過ごそうと思います。はい、今案件の撮影が終わって、でこっから何しようかなって思ったんですけど、ちょうどね彼が暇っていうことでフェイスタイムをしていこうと思います。Oh, I see you're in the woods. So windy. はい、今ですね、ちょっと彼とフェイスタイムをして、で作り置きとかねキッチンで作業してたんですけど、あの急にねクロワッサン食べたくなったのでカフェに行ってこようと思います。いつもカフェに行く時って作業をする目的で行ってて、なんか自分が何か食べたいから行くっていうのあんまないんですよね。思いつきでカフェに行くことがなくって、でも今日はなんかずっと行ってみたかったベーカリーがあるんですけど、ちょっと偏僻っていうか普段通らない場所にあるから、今日はねちょっと時間あるのでそこにね行ってこようと思います。今お家に帰ってきました。で、あの切っちゃったんですけど、このピスタチオのパンとクロワッサンをね買ってきました。なんかいつもカフェに行ったらご飯としてこうパパッと仕事の合間に食べられるものとしてパンを買ってるから、こう楽しむために買ってなかったなって思ったんですよ。だから、で今日のこのパンは味を楽しむために買いました。今日はね本当に存分自分を甘やかしてます。パン屋さんに行ったのが2時半ぐらいだったんですけど、結構もう売り切れちゃってて、5時までやってるから新しいのもあるかなって思ったんですけど、もう売り切れごめんみたいな感じで、でもやっとね行けたし、店員さんもすごいナイスだったので、またちょっと朝を狙って行こうと思います。いただきます。
なんかピスタチオのクリームとチョコが入ってて、パン自体は甘くないからこのね、ほんのり甘いのが本当に美味しいです。で、今クロワッサンとピスタチオのやつ半分ずつ食べたんですけど、残りは取っておいて明日食べようと思います。めっちゃ楽しい。この先の予定としてはお父さんとズームミーティングが入ってるぐらいかな。家族の話ほぼしたことないと思うんですけど、うちの親は昔大学の先生やってて、いつも招待メールが送られてきて、その日のアジェンダとかワードドキュメントで送られてきたり、本当に学校の先生なんだなっていう感じで、それまで結構時間あるので、今リビングのアップデートしていて、今日も棚を1個ルームメイトと組み立てていこうと思います。ちょっとしたリビングのアップデートなんですが、絨毯を買いました。絨毯っていうのかな、カーペット違う、絨毯だよねこれ、絨毯じゃないか、このラグを買いました。これまで本当に何もなかったんですけど、こんな感じで今絨毯を引いて、その上にソファーを置いて、このソファーの後ろにね微妙にスペースがあるので、ここに棚を置いていこうと思います。で、こちらの謎だったスペースには時計とあと季節っぽいものを飾ってます。棚が完成しました。あとは物を置いて絵を飾って完成かな。はい、ということでリビングのね片付けっていうか棚を作り終わって、お父さんとのズームミーティングまでちょっと時間があるので、 YouTube の編集とか TikTok の編集をしていこうと思います。お久しぶりです。はい、今お父さんとのズームミーティングを終えて、今ね7時なんですけど、もう外真っ暗で夜って感じですね。サマータイムが終わったから1時間時間が戻ったんですけど、すぐねお日様が沈むようになってもう本当に暗いんですよね。で、そのわけで7時なんですけど、夜ご飯を作っていこうと思います。今日の夜ご飯はスプリングロール、生春巻きか、生春巻きにしました。中身はお豆腐、レタス、きゅうり、人参とトマトです。この生春巻きの皮もね買ったんですけど、めっちゃちっちゃいんですよ。私がイメージしてるのよりも一回りちっちゃくってちょっとしか入らないんですけどね、まあ、ちびちびと入れていこうかなって思います。と、今日はピーナッツのドレッシングっていうのかな、ソースを作ったんですけど、これはピーナッツとお醤油、お酢とあとごま油を入れて、ごまをねちょっとかけました。これにつけて食べようと思います。はい、今ね包んでみたんですが何も入んないです。なんかレタス3切れとキュウリ2切れとみたいな、ちょっとしょぼい生春巻きなんですけど、いただきます。これをこのソースにつけて、うん、まあまあまあ、お豆腐は塩コショウとガーリックパウダーで味付けして、あらかじめちょっとね焼いておいたので味はちゃんとねしっかりあります。
今食後のお茶にナツメ茶を入れました。中にはナツメ、クコの実とジンジャーが入ってます。最近LAめっちゃ冷えてて、ナツメ茶でね、温まってます。飲むと体が温まるし、元気になる気がするんですよ。まあ気のせいかもしれないんですけど、体の調子がなんとなくこれで保たれる気がして、よくね、飲んでます。こっからもう一頑張りパソコン作業をしてヨガをしてリラックスタイムに入ろうかと思います。はい、今ですね TikTok の編集とか、あと今日載せる予定の動画も終わらせなきゃいけないんですけど、もうねそんなこんなしてるうちに10時になってしまいました。もう1日終わるの早すぎてどうしよう。でも今日は本当に自分のやりたいことを結構できたし、自分の時間っていうのもたっぷり取れたのでね、なんか心が落ち着いた気がします。やらなきゃいけないことリストが溜まってると、他の人と遊んでても 100% 楽しめないっていうか、帰ったらこれやんなきゃあれやんなきゃって思いながら人と会っちゃうから気が落ち着かないんですよね。まあ、週末できたら1日は自分の時間にして、こう自分のペースで動いてやんなきゃいけないことを終わらせてっていうね日があると、なんかそういう日がない週に比べて落ち着きとかストレスっていうのが全然違うなって思います。今日は本当にやりたいこともできたし、やんなきゃいけないことも終わらせたし、一人だったけどすごいね充実した一日でした。ストレッチして瞑想して本を読んで寝たいと思います。ということで、これが今日の1日の Vlog でした。いかがだったでしょうか。今日は1日充電期間ということでね、ほぼお家にいました。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。